金に困ってる人って、なんで困ってるかっていうのが、いろんな理由はあるんだけど、意外と、なんか、こう、賢い生き方ができない。くて困ってるケースが多くて、例えばドコモの携帯代金とか、今だったらアハモとかにすれば、僕今度アハモが6月からアハモのなんかなんだっけ、すごいキャンペーン始まるのご存知ですか？アハモ大盛りだ。へえ、あ、アハモってそんな盛り上がってるんですか今？アハモ、アハモのね、大盛りだったと思うんですけど、それ僕申し込んじゃいましたもん。マジですか？だって100ギガまで50円ですよ。6月スタート。100ギガですよ。100ギガ？これまで多分20ギガ制限とかだったんで、それはさすがにちょっと少ないなと思ったんですけど、100ギガだったら俺でも大丈夫だと思って、俺これに変える予定なんですけど。本当だ、4950円で100ギガ。やばくないですか？要は何が言いたいかっていうと、多分1万5000円とか2万円ぐらいのプランに入ってると思うんですよ。言うたらバカな人たちっていうか。だからそれを例えばアハモとかの、別に彼ら大盛りにする必要もないから、なんか2500円とか3000円ぐらいのアハモにすれば、携帯代だけで多分1万円ぐらい削減できるんですけど、それができないんですよ、ね。うん、そうっすね。自ら調べて、そのアハモに変えるっていう、うんうん、もうアハモがあることも知らないし、アハモの、まあアハモのサイトで、アハモのサイトで完結することが多分できないんですよ、一人で。っていうところに僕は、むしろそういうところに問題があって、そのなんか、小学校とか、そういうのを教えればいいのになって思ってるんですよね。うん